遅いぞ玄徳。皆さん足早すぎです。追いつくだけで精一杯でした。チョウさんとシーさんはどこですか？あの二人なら先に園内を探している。チョウさんとシーさんがいないということは、そう、お前と私二人きりということ。孔明もいるぞ。孔明、お前どこに隠れていた？隠れてなどいない。孔明は玄徳におんぶしてもらっていた。何？玄徳におんぶしてもらっただと？羨ましいのか、関雲長。誰ごと？羨ましい？どうしてですか？いや、なんでもない。それより真犯人の捜索だ。行くぞ、玄徳。カンさん、そんなにギュって手を握られると痛いですよ。すまん、つい。どさくさに紛れてしっかり玄徳の手を握るとは。この手は私のものだからな。カンさん、行くぞ、玄徳。はい。待て、カン雲長。なんだ、まだザレ事を抜かす気？大変です、カンさんも見てください。生徒中等部の女の子が。お返しだ！手に許さねえ！あれはマガタマ狩りか？ひどい！中学生相手にあの人数！年足らぬ子供一人相手に見るに耐えんな。ここは孔明に任せるのだ。孔ちゃん、危険よ。やっぱり関さんに任せた方が。色ぼけした関雲長には熱を冷ます猶予が必要。孔明、貴様。そこでおとなしく見ているといい。孔明がこの場を制してみせる。その様を。これくらいたやすいので。飛べ！飛べ！飛べ！一点。Yeah!
ガキのくせにやるじゃねえか。つか、お前みたいにいたずらすのが大好物なわけよ。けど、しゃらくせえわ。こうちゃんには指一本触れさせませんよ。玄徳、お前は下がっていろ。こんな虫けがお前に触れさせるものか。私がこの手で駆除してやる。カンさん、何か必要以上に怖い。半分は八つ当たりが混じっているか。聞こえているぞ。すぐ戻るから。意味はわかるね。ありがとう。楽しめたよ。大丈夫ですか？怪我はないですか？待って、玄徳。近づいちゃダメ。何か様子が変。マガタマはいただきますよ。の当主が聞いてあきれますね。状況をまだ把握できていないのですか？まさかあなたがマガタマ狩りの真犯人なの？今さら遅いですよ。本当はあんたのマガタマだけでなく、あんたの運命をも奪ってやろうと思いましたが。玄徳、何があった？今行くぞ。すべてはあなたのため。お前、こうちゃん、あ、どこ行くの？待って逃げ足の速いやつめ。母さん、あの闘志、こうちゃん心当たりでもあるの？張飛翼徳と張雲紫竜と落ち合い、生徒に戻る。学校に戻るの？孔明は確かめたいことがあるのだ。